レ車輪のついたこちらコロナ禍でテレワークの増加を背景に新たに売り出すのは空間です記者が中に入るとあ,あ木目調のワンルームのような雰囲気ですね 1.5畳のスペースにベッドやキッチン、リビングなどが備わっていますトイレやシャワーもマンションにあるような設備ですまたこんな工夫もこの2階のロフト部分では物置として利用したり布団を敷いて寝ることもできます 高い天井部分に板を張り、ロフトを作ることで寝室スペースを増やし、最大4人まで寝泊まりが可能です。タイヤの上に乗ったこちらの空間、トレーラーハウスといい、乗用車と連結して移動できます。コロナ禍での需要の伸びに期待が高まっています。 通常のもう本当に家と同じような作り方屋根にしてもそうですしそういったものを取り入れていってるんであの特にそのの耐久性はもう家と変わらずのお二人こう語るのは制作者の青木さんこれまで自ら手がけてきたトレーラーハウスと比べてコロナ時代に合わせたこだわりはどこが違うのでしょうか ま窓も住宅用のサッシを使ってるんで、まあ、ガラスも二重ですし、まあ、その断熱性という観点から言ってもです、ね、あの十分性能確保できてるかなと思います、ね。断熱性を確保する一方、四方の窓とキッチンの換気扇で、コロナ対策の換気にも対応しているといいます。 ここにあの換気扇を1台搭載してあって、まあ、これで、こことあとまあもちろんお風呂にも換気扇がついてるんで、まあ、ここの換気扇をメインに、この室内の換気ですね、まあ、当然、窓を開ければ、通風も十分、あの四方から入れる仕組みになってるんでコロナで人気が高まっているキャンピングカーと比べると、キャンピングカーは移動はしやすいものの、居住空間は狭いため、このトレーラーハウスでは、うん 空間をを最大限活用し快適性を求めています車両の規定以内ぎりぎりぐらいまで持ち上げていってて、まあ、ロフトの部分だけ、ね、わざとこう高くしてあのゆとりを持たせるっていうような、えー、設計をしてもらってますよね枕元とかには、ね、スマホを充電するとかねやっぱり入れるあると思うんでコンセントが、ね、あちこちにあるといいですよね。 ここがミニキッチンの場所になりますね。なんで、ここにあの、まあ、ガスではなくて IH のクーキングヒーターとかを、まあ、ちょっと今ディスプレイしちゃってますけど、ここに IH の一口ぐらいのやつを置いてもらって、まあ、あのコンセントをつないでもらえば、ここでも調理が可能ですし、まあ、洗い物も当然できると。うん、で、こういった排水関係が全部、えー、と奥のトイレとかシャワールームとかと一緒にまとまって一箇所にあの排水されるっていうような仕組みになってますね。ねここががトイレとあとあ奥が 普通にあの、うん、アパートとかでも使われているようなシャワーユニットになってるんで、はいまあ、十分大人の人があの体洗ったりとかっていうのは、十分にできるスペースと、まあ、住宅と同じようなねあの、ちゃんとトイレもついてますんで、はい、十分水回りも活用できるかと思います水道や電気は、車の外の配管でつなぐ仕組みです。 工具もないタンクとかはいらなくて、まあ、実はこれ、全部その水回りが1か所に集まって、でそこもあの排水口につなげるようになってるんですけど、そこもあの工,工具がいらずに、ワンタッチで脱着できるような、まあ、そういう仕組みを使ってるんで。工具なしで水道や電気に接続できる点から、トレーラーハウスは建築物ではなく、車と定義されるため、固定資産税はかからず、代わりに車の重量税がかかります。 本体価格は500万円台で、来年の春からの販売を目指しています。家と変わらぬ空間を動かせたり、手放したりもできる。青木さんは、こうした柔軟性がコロナ禍で選択肢の一つに加わると見ています。まその家を単純に大きく作るんではなくて、まあ、お子さんが、 あの大きくなった時に部屋って必要になってくると思うんですけどその間こういったトレーラーハウスで補っていて、まあ、お子さんが巣立った後にはもしこれがいらなくなれば次の方の手に渡すっていうような手放すっていう選択もできると思うんで、まあ、なんか家本体も無理に大きく作っていか,いかずにまあ必要最小限に抑えれるっていうようなことにも使えていけると思うんで。 コロナのね今のこの時代であればそういうテレワークだったりとかでまあお父さんがここに行って仕事をしたいとかっていうことも当然可能になってくると思いますしその土地に余剰スペースみたいなのがあればこういうものを置いてまあお父さんの書斎にするっていうこともできますしまあちょっとリフレッシュでまあその郊外にま安い土地を見つけて小さな土地にこれを持ってっておいてまあ週末ハウスっていう使い方もできるとかいうまあいろんな展開がこれはあると思いますよね。まあ非日常というかおしゃれな ホテルに来た感じっていうかですね、うん、そんなイメージでも使えるかなと思うんで。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。